漢末期、太平道の教祖張覚は民を率い大規模な乱を起こした。後に言う黄巾の乱である。張覚はこの総統の中、劉備なる男と出会う。劉備に諭され、その人徳に希望を見出した張覚は総統を中止、民をなだめ黄巾党を解体すると、自らは世を逃れ隠遁した。それから数年の後、張覚が住む伊織をある同志が訪れる。佐治と名乗るその同志は張覚にあの大徳劉備の危機を告げた。今劉備は流浪の身となり、曹操なる者に追われているという。かの者こそが希望、時代のためついえさせてはならぬもの。張覚は劉備を救うため、今一度奇跡の術を振るわんと決意した。かくして張覚、佐治、二人の同志が徐南の地へと向かう。この大剣漁師張覚と共にあり。おお、城はすでに攻め込まれておるか。劉備よ、なんと痛ましい。さよう、愛徳はここで尽きるべきものではない。特急に救援せねばなるな。思ったよりも敵が多い。何か手を打たねばなるまいな。ならば今こそ我らの奇跡を使う時。よこんなに起こしたような時は来た。死の奇跡よ。これ以上は持たぬか。敵がいては祈祷ができるわ。モンズどもめ、排除してくれよ。大したものだ。その分、まことに心強い。ここは行く。敵将、我が裁きを下した。戦は知略でするもの。時の時は来た。おい、知るがよい。死の奇跡。
こそ新たな点に必要なもの。さあ我々と共に埋石を。倒さん、我らが討ちにて道を開こうぞ。よく来てくれた拙者と共に、この者らを退けようぞ。おお、目を貸してくれるのか。ありがたい、共にこの敵を打ち倒そう。そなたの働き、宇宙随一よ。面白いってのによ。援軍なんて下段後ろだったんだ。おお、よくやってくれた。ここに来るって予感がしたんだよ。ああ、リュウリ、覚悟してもらおうか。昇格様、火星に参りました。他の同志たちも後から参ります。おお、高貴の子らよ、そなたらの来園、まさに天の助けである。が同志だよ、祈るのだ。いざ曹操の軍勢に剣の裁きよ。いざ剣と心を一つにするのだ。我に力を。今ここに誘導を巻き起こすのだ。その分、まことに心を入れよう。奇跡よ、リー・マンセイ、あたの名を、ハンナ・ソウルに残ってか。俺、おい、あっちゃー。
海賊よ、強兵が共にある。さあ先へと進みたまえ。奇跡の支え、なんと頼もしい。暴きの武器を打った死の奇跡。もうダメだ俺、楽しい時にまた頼むわ。俺ぞ決勝奇跡、俺が暴きを下した。もうの奴らと組み上がったな。かわいい、止めろ、やっちまえ。敵の攻撃も熾烈である。ならば奇跡をもって防ごうぞ。ここで敵を食い止める。奇跡よ、命を捨てる覚悟で守れ。
兄上、我ら兄弟参上いたしました。さあ今ここに我らの力を示しましょうぞ。これぞ天の奇跡。勇ましき戦ぶり。ふん、敵は兵器で守りを固めるか。ここは小生が道を開かねばならない。コースわけにはいいからいな。進むのだ、新たな天下へ。